ごぼろん。五十音図の一番後ろに、んと音字を付け加えることがある。それには根拠があると考えることにする。そしてこのんの音字にはどんな意義があるかについて任意の考察をやってみたい。日本語でんを持って始まる言葉があるかどうかを調べようとすると、すぐに加熟前置の考察にぶつかる。与那国方言では次のいくつかの語音は、その後に来る子音に同化されて、ん音に修練することが知られている。1の雲の例でこの研究者はこう説明している。奈良時代以後の本土の日本語は具体的にはあ、い、う、え、おの5つの母音を持っている。それに対し与那国方言は基本的にあ、い、うの3母音だ。本土日本語 が3母音化する過程でおの音がなくなるから、こ、くのように音変化する。次に、く、ふという変化が起こって、ふ、んという同化縮体の現象が起きた。多分この考え方は専門家として妥当性を認められているものに違いない。ところで、この見解には背後に重要な定説が控えている。そのうち大切なのは、三母音の与那国方言は、五母音の奈良町日本語から分化したものだという前提だ。なぜこのような母音の縮体があるのが起こったかについても、言語学者の定説がある。優しく言えば発語の場合、口を動かすことを節約しようとする傾向性があるため、母音の縮体が生じた。言い換えれば、唇の動きの弱化及びその完全な生産の過程や、唇の運動を軽くしまたはなくする方向へ進むこと、村山太郎、大林太郎、日本語の起源によるものだということになる。私たちがここで考えたい文脈から言えば、こういう定説は甚だしい障害を催させる。例えてみれば、与那国方言やそれと似たところの東北方言は、本土の奈良町の中央語である日本語から分化して方言の訛りを続けているうちに、三母音の与那国方言や東北方言になっていったという考え方に帰着していく。先にレイヤーとして挙げた、んに修練していく語音も、中央語が訛りの果てにそうなったことになる。また、例えば現代の東京語が標準語の使われ方をしていることを認めるとすると、東北方言にある強音化や与那国方言の三母音化は、標準語がなまったり縮体した音になった結果だということになる。これはとても都合が悪いというべきだ。私たちはそこでいくつかの違う前提を設けることにする。第一に、本土日本語の5つの母音と与那国方言の3つの母音の対応関係。本土日本語、あいうえお、与那国方言、あいういう。この2つの間には、一方の与那国方言の三母音が、本土日本語から分化して母音縮体をきたしたという関係はないことにする。強いて2つを関係づけた場合には、三母音の与那国方言の上に、それとは系譜の異なった言語が応用かけられた結果、本土日本語の五母音が作られていったとみなす。この問題をもう少し言及してみると、私たちはここで、種、民族語の相違と、方言の相違とは、言語の時間と空間をどう取るかによって違うだけで、その間にはっきりとした境界を引くことはできないとみなせる。その曖昧な境界まで持っていきたいわけだ。言い換えれば、私たちがここで欲しい言語像では、対応的な世界の波動の上にただ多少の濃淡の分布をことにした初言の言語が普遍的に覆いかぶさった状態ということだ。例えば、王の神は、ポリネシア語の母音は日本語と同じように、あいうえおの5つだと言っている。村山七郎は、デンプウォルフの説を挙げて、ポリネシア祖語の母音は、アイウアだったと述べている。また、本土日本語についても、アイウエオの五母音すべてに、コウオツ類2つの語音の違いがあったという説もあり得るし、イエオの3つ、3列に、コウオツ類の語音があったと、の相違があったという見解もある。また、コウ類オツ類の際は、語音の違いとは認められず、単なる音声の名前に過ぎないものの表記だという見解も提出された。また、与那国方言の三母音は、本土日本語から分化したものではなく、フィリピンのタガログ語や台湾のヤミ語と同じような、マラヤ・ポリネシア語族の1系統の言語を規定にしているという考え方も成り立ちうる。また、そう主張されたこともある。これらの様々な言語学上の考え方からは、ある言語がいくつの母音からなるかということは、ただ全ての言語は時間、時期と空間、地域との組み合わせの仕方によって、三母音から八母音までの様々な姿として理解することができるということに行き着くように、私には思えてくる。日本語を含めたマラヨ・ポリネシア語族の1系統の要素だけについて言えば、時間、時期は2、3万年を取れば十分だとみなされてくる。私たちの言語の像から言えば、三母音の与那国方言や、それと類似した東北方言は、
マレーはポリネシア語族の一つである古層の日本語であり、その上に北方大陸のアルタイ語の要素が降り積もって、古層の日本語の地肌が見えるほど薄く積もった部分が与那国方言やそれに類似した東北方言となり、古層が覆い隠されるほど厚く積もったのが本土日本語だったといった方が実態に近いことになる。私たちは先に、んの音に縮体して同化したとみなされた例を逆に戻すという発想をとってみることになる。はじめ、ん、むーという音声で空の雲を表す言葉があった。三つの母音しか発音できない喉仏から上の気空と口空と鼻空の動きの中で、同じ母音、うの音声が続いて起こるような意識が兆したとしても、縮体同化した無音に続めて発生するより仕方がなかった。もちろんこれは比喩として返してもらうより仕方がないのだが、ここで同じ母音が続くことを避けるために次に来る音を無とせずに、三母音の後二つあやいを使って、まとかみに変えてしまおうとする意識が働いたとしても、それは馬、馬とか海、海といった別の概念を表す言葉になってしまう。そこではどうしても、んに縮体同化した語音が初めに来るより他仕方がなかった。別の言い方をすれば三母音しかないマレーやポリネシア系の言語で、音節の終わりに同じ母音が続いたり、語頭が三母音のいずれかで始まったりする言葉では、んという縮体同化の語音がやってくるのは必然だったということになる。2. カジクマイチは、与那国方言と東北方言とに共通した家業音、画業音の規則性として次の2つを挙げている。私たちにはなぜ竹が与那国方言と東北方言でタギという語音になるのかうまく説明できない。竹は万葉仮名の表し方で言えば竹になる。万葉に824木をけおつるいの意味に返せればこれに対応する与那国方言の語音は木になる。これが地という語音にならずに義となるのはなぜかうまく説明できない。カジクマイチは、琉球方言が日本祖語より分岐し変化してきたものという考え方に立っている。私たちがここで仮想してきた考え方では、はじめにタギという言語の音声があって、それが竹という概念を表していた。タギは滝を得て語母音になるにつれて竹と呼ばれるようになったと逆転して考えていることになる。もう一方の母音間の具が、運音になることについては、それなりの理解はできるように思える。三母音のために語頭に運という縮体同化が起こるという特性がここでも潜在的に効いていて、具音は運音のように、通尾空化されるとみなせば、一応の説明はできそうに思える。別の言い方をすれば、運のバリエーションは、無と運だけではなくて、運も含まれることになっている。私たちの今まで展開してきた文脈に戻って、与那国方言と東北方言に見られる縮体同化の白音素と見られる音を逆に全言語的な音楽、言い換えれば私たちの語母が成立する発生器の全言語的な要素とみなすことにする。今まで述べてきた言葉を使えば因果状態の言語と言ってもいい。すると私たちの対応的な無言語の世界の波動の上に縮体と同化の機能を持った言語の因果が覆いかぶさっているポリネシア語族系の母語の世界の像が描かれる。カジクマイチは、んの機能について重要なことを指摘している。ところで私たちの全言語的な世界にとっては、ただん音が一番普遍的に、そして多機能的に言語的な因果の世界を作る像だけがとても重要だということになる。んは音素をなしているわけでもなく、それ自体が意味を形成するわけでもない。だが対応的な世界の上に、濃淡の網目を作り、概念の違った音声を招き寄せ、言語の用が、言語そのものを作り出そうとする像を描く可能性を与えられる。私たちはウノンが招き寄せたカディの音がなぜムカデの意味を持ち、ウノンの空港が仮定したカディの音が空を渡る風を意味するかについて、偶然そうだと決まってしまったという他にどんな根拠も持っていない。ただ言ってみれば、海に囲まれていた島々の孤立した境界で熱帯や亜熱帯の繁茂する植物と果実に囲まれた環境の間で、母音と子音を単純に組み合わせた音節が音声の言葉を作り出した。ウノンの潜在的な存在の意味は多分多重母音、母音の積み重ねを表しているに違いないと思える。例えば私たちはウノンの原型とも言うべきものを次のような比喩例で確かめることができる。この表で下の段の音声語は3つの母音だけで成り立って意味を形成している。
もう少し詳細に言えば、3つの母音を重ね、連ねただけの声音と、記号アポストロフィーで表される喉仏の上を通過する空気が、声帯で優勢化されただけの音とが組み合わされて言語を成り立たせている。これに対して上段の音声語は3つの母音だけでできている音節の始めに、喉仏の上を 無声で吸って通過する音、フが加わって意味ある言語として成り立っていることがわかる。これらの語音に耳を傾けながら私たちが感じることは、それとなく自然の景物の中に飛び交っている自然音のとても近くにあるという印象だ。自然音を擬音化したものだというのではない。景物から自然に発せられた音を切っぺんのように取り集めて作られた印象といった方が近いのだ。ここで想像を広げれば、こういう言語の特徴は、景物や天然現象を擬人化し、その景物や天然の発音する兆候を言語のように聞くことのできる特質につながっているように見える。私たちがここで当面しているのは、擬人化された景物や天然音を生理的な表音、母音によって捉えようとすることで、喉仏の上を無声のまま、不音で、あるいは有声で通過する、それだけでは意味を作らない音声を、言語の因果として招き寄せようとしている傾向性の問題である。この意味では、無声、有声の非は、んと、んもんと同じように、言語の因果を作り上げる要素の群れと見ることができよう。次に沖の3つのこの島を生んだ。またの名は、雨の押し転わけ。次に、つくしの島を生んだ。この島も体は1つで、顔の面が4つあった。顔の面ごとに名前があった。それで、つくしの国は白日分けといい、豊国は豊日分けといい、火の国は竹日向かい、豊国日根分けといい、熊園の国は竹日向かという、竹日分けという、古事記の上巻。これは国見神話の一節だが、生み出される島々が擬人化されているのはとてもよくわかる。九州の島の全体を一つの身体とみなし、四つの湾岸はそれぞれ四つの顔の表に見立てられ、その一つ一つに人名が付けられている。この比喩に矢分けという古代的な官職名が使われているが、統治者とも土着心とも関わりなく、九州の島と湾岸の表情がそのまま擬人に見立てられている。次には生み出された神の名が自然の景物の暗喩になっている。例えば、岩土彦の神は岩や土の暗喩、大谷彦の神は家屋の暗喩、大渡美の神は大きな海原の暗喩になっている。ここでは人が自然なのだ。そして、祝詞の大音の誤解を見ると、言葉を寄せ、祭りごとを立てて、言葉を問いかけていた岩や小太刀とか、草の葉の類のおしゃべりをやめさせてとあるように、岩や樹林や草の葉のようなものは、みんな言葉を発しているものだった。この触神話に記載された自然の景物や天然現象を、聴覚に訴える言葉の音声を発するものとみなし、また天然の景物や天然現象の端々を擬人化して見せる世界認識の特徴は、マラヨ・ポリネシア語族の一つの系統の言語を基礎に持つ日本語の特質、言い換えれば景物を擬人と見、天然音を語音となる特質を生み出すことになったと考えられる。私たちはここまで来て、対応の世界の上に3つの母音、あ、い、うと、ん、音や、ふ、音を言語の因果として追い重ね、生物や自然音を聴覚映像に仕立てた語母的な世界を想定することができる。ここで分節されない、化されない音声で母親との間にないコミュニケーションを成り立たせていた乳胎児が、片言のように語り始めることで幼児の意識の世界を作り始めた過程を語母の世界になぞらえることができよう。風の音、波の音、木立の音、そしてサンガの音をすべて言語能で聞く日本語の特質を、マラヤ・ポリネシア語族の世界に結びつけているのは、基礎に横たわる合法的な世界の特色によっていると思える。